ザーマこんにちは。東海オンエアの7人目トポテラスカでございます。僕はですね、特撮ヒーロー好きとして世間に知られてると思ってるんですけれども、そんな僕がかれこれ4年間毎日欠かさず見てる唯一の YouTuber が東海オンエアでございます。で、この東海オンエアのリーダー哲也がですね、現在進行形で行っている十字架がですね、1週間ヒーロー生活というものがあるんですよ。まあ、十字架ってのは東海オンエア用語でですね、まあ、罰ゲームっていうか、一定期間メンバーが受け負う罰のことなんですけれども、今哲也は1週間限定で毎日何らかのヒーローの格好をして生活活動していくっていうことをやってるんですね。で、この十字架を僕は毎日楽しみに楽しく見てたんですよ。まあ、特撮ヒーロー大好きですし、東海オンエアもね4年間毎日見るくらいには好きなので、まあ、その2つが合わさったらまあ楽しく見てたんですけれども、この東海オンエア哲也のヒーローコスプレをめぐってですね、一部特撮オタクの中でですね、まあ、炎上とまではいかないですけれども、まあ、ちょっとした騒ぎになってるということなんですね。というわけで今回ですね、この哲也のヒーローコスプレと特撮オタクの言い分についてお話ししていこうと思います。まず特撮オタク側の言い分としては、ちょっと否定的な意見が目立つんですよ。これは良くないと。なぜかと言ったら、まずコスプレイベントなどではない普通の街角でやってると。で、あと思いのほか結構コスプレがガチなんですよ。マスクまでしっかりかぶって、で東映の、まあ、仮面ライダースーパー戦隊の格好をしてるんですけど、これ判件大丈夫なのかと。で、まあ、動画を出すことによってその収益を得ているプロですよね、が東映っていうプロダクションのキャラクターの格好をして、それでまたお金が入ってくるっていうシステムでやってるのはどうなのかっていう、まあ、大きく分けてこの3つですね。で、僕自身特撮ファン、特撮オタクなので彼らの言うこともまあ理解はできるんですよ。まあ、この模様も多分東海オンエアのチャンネルで後日上がると思うんです、動画が。なので現時点で全容は分からないですけれども、 Twitter なんかの現時点で見えてる範囲だけで考えると結構コスプレがガチなんですよ。で、やってる場所も街角の道路とか公園とかでやっているので、まあまあ分かるなっていう。まあ、僕自身はですね、コスプレも一切しないので、コスプレイヤーとかコスプレ界隈のマナーとか不文律は全く知らないんですけれども、まあ、コスプレという行為の可否を問う基準の一つとして、顔が見えてるかどうかってでかいと思うんですよ。僕自身、哲也がヒーロー活動するっていうそのコスプレを想像した時に、まあ、昔やってたね、元気当倍マントマンみたいなコスチュームだけ着て顔は哲也って分かる格好っていうのを無条件に想像してたんですけれども、いざ Twitter に上がったら本当のヒーローで、仮面ライダー1号のマスクをかぶってるとか、デカレンジャーの姿をしてるみたいな、もう哲也ってパッと見分からない、本当にガチのマジのヒーローのコスプレをしているっていうところで、最初あれって思ったんですよ。確かに特撮オタクの彼らの言ってることはまあ分かるな、これここまで言っちゃうとっていう。ただ、もう結論から言いますと、僕トポテラスカ個人の意見としてはマジで中立です。正観の立場、彼らの言ってることを理解はできるけど、でも東海オンエアって、まあ、僕が言うまでもない、 YouTube を1回でも開いたことがある程度の人だったら全員知ってるような、もう芸能人顔負けの知名度と人気を誇るグループで、もう今彼らはですね、最初個人で始まったグループですけれども、もう彼らだけで完結してる活動じゃないんですよ。もう事務所にもしっかり入って、事務所内でもトップクラスの人数を誇るマネージャーがついてるグループなんですね。なので、そういったもう半剣もの特撮キャラクターのマスクまで被るコスプレをするっていう活動については、きっと大人たちがしっかり確認を取ってるだろうと。で、半剣っていった都合もクリアしてるだろう。僕は4年間東海オンエアという活動を見てきてる中で、無条件にもそう思っちゃってたんですよ。はもう無条件に信頼してました、彼らのこと。きっとクリアにしてやってんだろうな。で、しかもそれを動画にするって言ってるから、まあ間違いなくちゃんと大人たちが話をつけた上でやってるんだろう、ここまでガチャなコスプレだから。なので僕自身の中で最初見た時にあれーとは思ったけど、いやダメだろうって自分から言うっていう選択肢は全くなかったです。だからそれで言うと、特撮オタクたちがこれはダメだろうって言ってるのは早くない、ちょっと言うのまだわかんないじゃん、なんか特撮オタクのね先回り癖出ちゃってるって思ったんです。なんかその判件とか大人の事情で引っかかったら東海オンエアがなんか言うだろうと、大人の事情でなんたらかんたらだけってきっと言うだろうし、もっとまずかったら謝罪とかすると思うの。そもそも本当に引っかかったらまず中断されるよね。だから我々特撮オタクが今回これダメじゃないって言うとしたら、そのタイミングだろうって思ってたんですよ。まあまあ向こうが中断したり謝罪したりしてる時点で、そこで言ったらまあ後出しというか、我々がどうしても悪くなっちゃうけど、ということで、なんか今回は結構まだわからない、引っかかってるのかもわからないし、許可を取ってるのかも何にもわからない段階で特撮オタクが結構言ってきてる。で、ひいては特撮オタクに限らず、そのコスプレをしてるコスプレイヤー全員のコスプレ活動も全面禁止にされちゃうかもしれないって危惧してる声なんかもありまして、まあ、理解はできる言ってること、ただ言うの早くない、一部特撮オタクの声で結構でかいから、多分本人たちとか東映とかのところにも届いてるんじゃないかな。で、本当にマジでこれは多分賛否分かれる僕の主張だと思うけど、特撮を一部の特撮オタクが先回りしてダメだろって言ったことによって、それで東映側が確認しちゃって、あ、良くないじゃんってなっちゃうこともあると思うんです。分かりやすく言えば、教室の授業中で本当に隅っこの席の2人が、教室全体で言ったら迷惑がかからないレベルの、本人たちだけで完結するレベルのこしょこしょ話をしてるのを、ちょっと離れた席の人がうるさい、先生やってます言って、良くないよそういうのってなっちゃうのに似てると思うんです。
バレなきゃ何してもいいとは思わないです。そうとも言わないです。ダメなことはダメなんだけど、まだなんかその全容が分からないうちからダメだろっていう声がちょっとでかすぎないかな、特撮オタクたちっていうのが僕の意見で。も言ってることは多分正しいし、僕も特撮ファンだから理解はできるよっていう。だからせめて本人たちか、もしくは東映側の言い分を待たないかっていうのが僕の意見ですね。まあなんかでも本当にさっきちらっと虫眼鏡のツイッターで大人の都合でヒーローを解除されたっていうことが書いてあったから、多分ダメだったんじゃないかなっていうことが今の時点だと僕の推論ですね。まあでも普通に仮面ライダー1号デカレッドあたりは、まあ僕世代ですし、いいか悪いかは置いといて結構ガチなコスプレだったから普通に楽しんでみてました。まあこの先どうなるかですね。ということでまた次回の十字架でお会いしましょう。バイバイ。ルル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 ル